誰だこいつは。バイオマーカーを持ってない。待て、くそ、喧嘩してんじゃない。殺せ、早く。いや、縛り首だ。クソ野郎が死ぬのを見てやる。おいおい、待ってくれ。こいつは俺の連れだよ。俺なしでどこへも行くなと言ったよな。な、言ったよな。あんた誰だ。殺されるぞ。今よせ。いやな、いい姫だ。誰よそいつ。いいよ、早く持ってこい。あ、くそ、君、くそ野郎が。動いてる。方向、方向、私がやる前に殺して。おいおい、落ち着け。息吸って。喧嘩はしてないみたいだ。みたい？方向、それどっかにやってよ。戻ってきたか。分かるなら瞬きしろ。くそ、頭が。点火寸前のとこ、 UV ライトとインヒビターが助けてくれた。もちろんバットも役立ったが。生きてるぞ。それでいいだろ。私たちを殺そうとしたやつとおしゃべり。なあ、落ち着け。怯えてるんだ。作業場を壊されかけたから。ここを出るぞ。歩けるか。待て、状況がわからない。どこに行く。安全な場所だ。フィッシュアイに行かないと。フィッシュアイ？バイオマーカーなしじゃ近寄れない。なんだそれ。バイオマーカーは感染の進行をモニターするツールだよ。シティへの入場券、それがないと一歩外へ出た途端運頼みだ。お前はいつ点火するかわからない。なおさらバイオマーカーが必要だ。ある場所を知ってる。来い。落ち着け、何も心配いらない。弱ってるだけだ。大丈夫、焦るな。飲め。本気？次はお風呂にでも入れるつもり？そりゃ楽しそうだけど、また今度な。方向、消えて。俺に惚れてる。なぜ俺を助ける。まずはもっとお互いをよく知ろう。じゃあお前から。そいつはどうした？関係ないだろ。用心深いな。うん、長生きできる。本物の流浪人か、それともバッジを盗んだ？俺は流浪人だった。日暮れまで1時間か。そいつをここに泊まらせるのは勘弁して。ほら、お前の武器と無線だ。いくら流浪人でもそれなしじゃな。さあ、行くぞ。
いい部屋だな。くつろがないで。ルームメイトは間に合ってる。特に寝てる隙に盗みを働くやつは。流浪人を犯罪者にくくるなよ。ふーん、いい作業場だ。 UV ライトの組み立て。そう、もう行って。これ以上の面倒はごめんなの。早く出てって。すまない、怖がらせたな。殴ったら気が済んだし。おあいこ、やなよ。エイデンだ。ここはうちらの家で作業場。ここに引きこもってるってわけ。お友達より優しいな。ちょっと勘違いしないで。サラは私しか信用してない。でもって私はあの子より戦えるから。その分オープンなだけ。フィッシュアイは？その食堂ならセンターだ。薬品捨て場の先。ああ、そこに行きたい。残念、トンネルを抜けるしか道はない。バルハラの入り口並みに守りが固い。突破するのは無理だ。得意分野だ。トンネルへは？そう焦るな、カーボーイ。バイオマーカーがなけりゃ遠出できん。みんなを敵に回すぞ。ビレドーの人間が脅威にどう反応するかもう見ただろう。案内してほしい。あんたは町に詳しそうだし。世界がこうなる前からここに住んでたからな。案内はできるけど、バイオマーカーがいる。あれがなきゃ無理だ。どこから来た？遠くからだろ。2000キロくらいかな。うわ、マジか。よく感染せず来れたな。そんなの噛まれなきゃいい。ここじゃな、みんな感染してる。ハランと同じくビレドーも隔離された。壁が立ち中に閉じ込められた。おかげで助かったんだけどな。でバイオマーカーの方は？普通は手に入らんけど、ツテがありゃ別だ。任せとけ。行くぞ。ちなみに俺はホーコンだ。エイデンだ。よろしくな、エイデン。ようこそ楽園へ。こっちだ。なかなか動ける。軍にいたんでな。特殊部隊？7年いた。水はあってたけど事情が変わってな。命令拒否でブラックリスト入り。口座をすっからかんにされた。でタクシー人生さ。ああ、転落人生ってやつか。うるせえよ。まあおかげで町には詳しくなった。おい来いよ。体力不足だ。インヒビターがないと持たんぞ。そいつを撃たれてめちゃくちゃ大暴れしただろ。最初は仕方ない。マシになってくさ。死なずに済めばな。ほら、死ぬ恐れもあったのか。撃ってなきゃどの道死んでたさ。なあ、なんでよくしてくれる？みんな流浪人を怖がるもんな。でも俺は命を救われた。もう流浪人じゃない、感染者だ。旅がもっと辛くなるよ。新たな人生の始まりだな。ここを探してみろ。いわば宝箱だな。大抵いいもんが入ってる。待ってるからよ。隠すんだ。日暮れ前シェルターに戻れない奴のためにな。
なんだこれ。クリスタルだ。誰かが隠したんだろう。化学物質がばらまかれた後にできた。感染の進行を遅らせるなんて迷信もある。あんたは集めないのか。集めるさ。迷信を信じる奴は大金を払う。俺は金になりゃそれでいい。実はお目当ての箱があってな。来い見せよ。ここには軍が。ああ、ピースキーパー。人間にも容赦ない。気をつけとけ。連中がトンネルを警備してる。散々見てきたよ。新たな秩序を掲げて生きまく奴ら。昔からよくある茶番だな。ああ、ここも同じ。けど PK はタチが悪い。詳しく知りたい。自分たちを正義の守護者だと思ってるのさ。ま、感染者を殺すのはうまい。そこは素直に認める。腕利きの殺し屋集団か。ああ、けど連中の正義は危うい。よく覚えとけ。奴らのルールに従わなきゃ破滅。バザールの保護なんて言うけど、むしろ占領だ。気をつけておくよ。だからってどうにもならんけどな。 PK は厄介だ。バザールも相当頭にきてる。今のバザールは導火線に火がついてるようなもんよ。なあ、行こう。見せたいものがあるんだろう。ああ、ついてこい。いいけどな。暗くなってきた。奴らが目覚める。急げ、箱を開けろ。バイオマーカーと交換できる。くそ、盗まれた。いや、やめろ、触るな。下手にロックをいじったら壊れちまう。これで交換できるか。どこで手に入れた。誰よりこの街を知る俺でもまだ使える GRE キーなんてここ何年も見てない。俺は人を探してる。大事な人だ。これがその鍵になる。けどどこでそれを。知らない方がいい。信じてくれ。分かったよ。まずい、長いしすぎた。こっからは死ぬ気で走る。Come on.
攻めだ、頑張れ。言ったろ、だからバイオマーカーを見せろ。ほら、そいつは俺の連れだ。そいつのバイオマーカーはせめて中に入れろ。バイオマーカーを見せてからだ。電子機器でどうだ。クソ野郎、開けろ。ろくでなし。全部かみたいだな。手を貸せ。キリアン、もうちょい待ちゃよかったろ。ああ、けどお前の内臓を片付けるのが面倒になってな。もういいだろ、帰れ。おい、クソも休み休み言え。こいつを見ろ。
レアモンだ。入れてくれたらもっと持ってきてやる。そいつは誰だ。流浪人だ。ここに来て日が浅そうだな。どうやって町に入った。全部話すから入れてくれないか。昔流浪人を待ってたそいつは。いや忘れてくれ、何でもない。どうするつもりだ、ホーコン。いい日々たを与えて生き残った。正気か。バイオマーカーが欲しい。持ってない。嘘だな。マジだよ。チキショ。なら病院だ。避けたかったけどよ。楽して得取る主義だもんな。 UV ライトに当たりたい。すぐ戻る、しっかりな。おい、なぜそこまで親身に。人助けしてた頃を覚えてるか。ええ、俺はな。けどお前はどうだか。ライトのそばで休んでろ。耳は塞いどけ。人助けしてた頃覚えてるかだよ。俺は覚えてるっつうの。クソタクシー運転手がどういう風の吹き回しか。ああ失敗した。料理の道に進めって言われたのに。そうすりゃ楽だった。ナイトランナーも方向もいない気楽な人生なのに。もっとでかいもんを求めた。でかい理想を。料理だけしてりゃよかったのに。ホーコンとは長い付き合いなのか。長すぎだ。昔は人助けをしてたってのは。同じ部隊だった。特殊、いやよそ、大昔のことだ。インヒビターを撃たれたのはまずかったか。大抵は数秒で死ぬ。強い薬だ。まず耐えられない。俺は死ななかった。大抵って言っただろう。そう喜ぶな、用心だけしとけ。バイオマーカーは入手が難しいのか。複雑な装置だからな。それに製造元の工場はもう何年も稼働してない。バイオマーカーは血液と連動する。誰かが同期したものは再利用できない。あれがなきゃ感染の度合いもわからん、今のお前みたいに。だからみんな新品を買うんだ。金もクリスタルも全部つぎ込んでな。運よく俺とホーコンはまだ作れる場所を見つけた。どこで寝ればいい。ここには来たばかりか。何しに来た。ここは約束の地じゃない。むしろほど遠い。フィッシュアイに行きたい。ホーコンに案内してもらってか。お前はまともに見えるけど忠告しとく。見せかけの信頼に騙されるなよ。ほら俺だってわからないぞ。おしゃべりはもうよそ、寝ろ。どうせ朝までやることないんだ。行ったか。あと少し。バイオマーカーは GRE の病院にある。もう目の前だけど、お前の手を借りたい。どう行けばいい。そこを出たら正面に進め。無線は切るなよ。